はいどうもピオキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますか。で最近ツイッターでね恋愛相談されることが多いんですよなんで僕にかわかんないんですけど、まあ、僕なんかのね相談でよければ乗ってはいるんですけれども、その中の一人の女の子がですね見事好きな子とですね付き合えることができましたみたいな、そういう報告があったんですよね。いや おめでとうございますっていうのもねこの動画で言うのもなんですけど、っていうか相談に乗ってる僕いないんですけど、まあ僕のことなんか置いといてですね、本当におめでたいんでここで一曲歌わせてもらいます。ヒゲダンのプリテンダー、グッバイ。でねまた最近ねちょっと面白いコメントがあったんですよ。一家より晩ご飯の後毎日30分見ることが日課になってます。団らんの時間に貢献してくれてありがとうございますっていうねコメントがあったんですよ。まあ一家4人っていうことはですね、おそらくお父さんお母さんとお子さん2人だと思うんですよ。いや待てよ、それはもしかしたら違うかもしれない。その考えはもしかしたら違うかもしれない。おじいちゃんとおばあちゃんとひいおじいちゃんとひいおばあちゃんみたいなかもしれないね待ってこれ危ない、これ上だよマリオで右。いやおばあちゃんとおじいちゃんが見てたらね面白いんですけどね、僕の動画を。これ多分上に行かなきゃ多分まずい気がする。多分違う、こっちで合ってる多分こっちだね。一人行ってるね、キノピコが多分行ってるんですよね。めっちゃ早いな、早っ。もう下いる、大丈夫。うわこれ負けたくせで下、これなんかやられる要素ないね、全然ない。あこれは下だね、多分この家の中はね多分何もないと思うんですよ。で右、うわマジで早い、抜きたい、マジで抜きたい、やられてくれないかな。まあ、このままねゴールされてもさ何もなんか落ちないじゃん、なんか落ちちょうだいよ、せめて落ちちょうだい。ゴールされてもいいからねせめて落ちをください、おめでとう。そういえば最近、まあ、最近っていうか結構前からかな、1週間前ぐらいからか2週間ぐらい前からめちゃくちゃコメントねみんながしてくれるようになってくれたんですよ。いや本当にありがとうございますめちゃくちゃ嬉しくて、それが全員にね返信はしてるんですけれども、まあそれをねすごいって言ってくれるね方もねコメント内で見かけるんですけどね、まあ、全然そんなことなくて、僕ねコメント返信好きなんですよ。だからねそれが苦痛とか思ったこともなくて、待ってルイージ邪魔くせ、待って、まあ、大丈夫ルイージ、あぶねえこのルイージマジで誰、ユッキーだよ、知らねえよユッキーだよとか知らねえよ。じゃあこのキノピオだからね青の土管行きます。これは左でアイテム取っていこうか、多分このアイテム取ってほったとこでいいね。まあ噛みまくりましたけど、でこれは上で左、オッケー、よしマリオといい勝負だね。このドクロコースター乗っていきます、でジャンプ、うわマリオマジ早いね、ほっゆっジャンプで左、オッケー、でこれはどんどん上に渡っていく感じ、早すぎ早すぎ私、オッケー、でこれはツタじゃねえでこれブランコ、うわマジでマリオ早い、大丈夫、ほい、うわ負けたくねえ、右ジャンプ、うわよしマリオミスったやったこれ勝てるよ、うわ大丈夫、やられないかな、もう一回キノコ欲しいけど、もうファイヤーバーとかないよね、うわ怖え、ここでやられたらね、いや落ち的にいいかもしんないんですけど、ゴールできました、うわコビットなんとかってコロナじゃなかったっけ、あのキノピオコロナじゃん、うわこれどうしようか、なるほど踏んで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 、いいタイミングで踏んで、ちょっとキノピコ頼む、オッケー、いや来たよこれ、いいタイミングのスタートダッシュだね、多分勝ったくさい、大丈夫、オッケー、待ってここは中華ポイント、いやいらねえ、待ってこっちゃちゃコロナこう一番最初ヒップドロップしまくります、これはキノピオ優しいキノピオ優しい、これ下から行こっか、で右、オッケー、キノピオ邪魔しないから大丈夫、キノピオいい人だよね、落ちちゃったぜうわこれはこのままでいいかな、アイテム欲しいところではあるんですけど、うわ中間ポイント、うわ取り忘れた、取り忘れたっていうか取り損ねた、大丈夫これやられそうだよね、もうやられたらもうこれもうギブります、っていうかこのコースよくある感じだね、待って狙います、ルイージごめん右に投げた、ちょっと待って、いや違うんだって今左に投げたんだって、マジで、お、なんかあのキノピコ似てるね、みずみずまんじゅうだって、めっちゃ可愛い、なんか親近感が湧くんで、あのキノピコ妹さんにね挨拶しておこう、よろしくキノピコ、よろしく、ちょキノピコ、よっなんかな、凶暴だなあの人、あマリーは大丈夫、あマリー待って、それ欲しい、キノピコおりゃよしよしよし
勝った、これは勝ちましたよ皆さん。ここで僕アイテム、アイテムじゃねえ、大丈夫、ゆっくり行けば多分勝てる。ここはオッケー、マリオが来ましたね。うわー大丈夫これ、待ってマリオ、マリオ、ほい、いや邪魔してやろう、邪魔して、よしよしよしナイス邪魔。ここで右だね、手がくはなんないか。ここでアイテム取っていこうかな。よし、キノコだね。いやこれ熱いよ、待ってマリオは取っていくかな、マリオ取っていくね、やっぱ怖いよねこのガリガーリーが。でここの赤の土管入ってって、うわここは結構得意だよ、なんかあれだね、なんとかなんとかと似てるね。じゃあここで取っていきます。いやキノコはいらねえ、ブン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 じゃねえや、ボスとか現れそうだね。ここはキノコはちょっと取っておきたいんで慎重に行きます。ほいほい、おし来た。でじゃあ、うわーまずい、オッケー中間じゃん。でここでやったー羽羽熱いよ、ここで大丈夫勝てる、ゆっくり行こう、落ち着いていけば取れる。はいよし、でここで鍵でしょ、これ勝ったんじゃない、でここで急降下していきます。あ待って、まずい、今ねため撮りしてるんですよ。編集がもしかしたら間に合ってたら今頃僕はですね、まあとある県で遊園地でめちゃくちゃ楽しんでる最中だと思うんですよ。多分ねツイッターとかに上げてるんでね、まあ興味がある方は見てください。絶叫系とかのね、ジェットコースターめちゃくちゃ好きなんでね。この土管の前にさ、なんか風みたいなマークあるじゃん、あれめっちゃ可愛いね。これは多分亀吉で撮る感じで、ちょっと待って、ちゃんと待って、キノピコじゃねえ、キノピオ、じゃあそれしたい、ちょっと1回ぐらい刺してよ、待って待って、刺して刺して、1回刺して、オッケー、多分ねこの辺下手くそ下手くそすぎ、待って、いやもう1回刺して、よし、オッケーオッケー、この辺だね、うまいぶつけ待って待って、のこのこ自力で取り行く神だねあの人待って、キノピコ神すぎない、対応が、待って、残りマリオしかいねえじゃん、やっぱそうなるよね。あ、亀の甲羅を手に入れました私、ここで待って、やめて、もうそれじゃあ亀争いになるからね、ここで僕亀の甲羅持っていきます。そして投げていいよ、投げていいよ、ま、後ろから投げないで、待ってマジで怖え、キノピオマジ神だね、誰、近内さん、あなたは神ですねよろしくお願いします、マジ神この人なるほどね、多分先にハテナブロックを叩かなきゃいけん、その辺大丈夫大丈夫、あなたなら許します、僕一回刺して、一回刺してください、僕に一回刺してください、もうワンチャンスください、リス、ちょもうマジでワンチャンスください、みんなにうまいとこ見せたいんだって、この辺うまいありがとうよし、キノピコいけるよね、いけるよね、なんでキノピをやられたかわかんないけど、待って任して、さっき成功したから、この辺うわ惜しい楽しすぎ、でもあ、うまいうまいうまい、よしオッケー、今度はどんな感じだろうね、多分パウンでとりあえず倒せみたいな感じね。お、待ってキノピオさっきから何、神ですかあなたは、え神じゃん、え待って、あの人のあれ無駄にしない、絶対に僕が勝ってみせます、絶対僕が勝って、待って邪魔くせえ、僕が絶対勝ってみせます。次は中間ポイントね、待ってこのマリオはこれ左に蹴って、そうちょっと違う右に蹴って、右によし戻ってきたね、戻ってきましたキノピオ、オッケー、じゃあ僕これ右に蹴ります、オッケー、うわこれ何回もせないけんパターン、待ってキノピオ大丈夫、待ってキノピオ危ねえこれはほんと危ないね、カメクがほんと邪魔くせえ、あ待って大丈夫これ間に合う、なんだよクリボーなんかかわいいで、およろしく、なんかあれだね、僕のことを知ってる人だね誰ですか、 ABC 洋つべさんね待って聞いてな、話が違うじゃねえか、誰だ ABC 洋つべ、絶対許さん、ここでヨッシー取っていきます、いいタイミングで出ましたね、洋つべ覚えてろよ、どこにいる洋つべいや、まあ、これがバトルだからね、負けました、これはもう最初に取った人の勝ち、この動画が良ければグッドボタン、そして
リオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。